おっと、悪カボ状態だから続けてましたけど、結局悪カボ、いや、まあまあまあ、よかったわ、よかったわ、まあ、最低でも悪カボ、フリーズまで今ある状態と、とりあえずやりました。サラバンは空いてるけど、いや上行く、とりあえずあんだけ空いてるってことは後からでも座れんだろう。いやまあブラックラグーン2、窓マギ2らへんは埋まっていると、とりあえずサラバンにしますわ。はい、セブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西街道連のゆとりです。本日は埼玉県所沢市にございます、こちらメガガーデン所沢スロット換算にて俺打ち。俺打ちとは、俺流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。ということで早速回していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。まあ、とりあえずサラバンからスタートと。抽選番号が90番、 A プラス ART が座りたいなと思ったんですよ。まあ、マジハロブラックラグーン2らへんが座れたらもう最高と思ったんですけど、まあ案の定空いてない、窓2も空いてない、結局上見に行ってダメで、今まさにサラバンに座っていると。まあ入場した時埋まってなかったとはいえ、やはり皆さん同じ考えなのか、もうサラバンは満席ですね。サラバンに座った以上様子見というより目標はもう2万枚に変わったわけですけど、あ当たるわこれ、チャンス目からじゃないかな、外れたわ、未だに若、はぁ、あ、行ったわ。634ゲーム、投資がもう2万2000円ですいやー初当たりいきなり2万2000円かかっちゃいましたね。リセットではあると思います、さすがに。レア子役引けずじまい、283枚、いややばいな、まあ、サラバンを打つ以上これは覚悟しなきゃいけないんだけど、はいはいはい、いったか、天国だったのか、それとも、いやでもあのチャンス目な気がしますけどね、4ゲームに引いたあのチャンス目、あ外れるんですね。おーっといきなり、頼むぞチャンス目、おーし、今の遅れいいね、遅れ次回予告、はい、144ゲーム、ボーナス確定、投資が2万4000円になりました。はい、130枚、天国抜け、うおー、いやこのチェリーでってことだよね、やば、今のは脳が震えたわ、いやーナイスなお汁が出たね。さあ滑り込み87ゲーム、強チェリーから投資は変わらず残り12枚、ボーナス200ゲーム消化してチャンス目強チェなし、続行だ、とりあえずラッシュやってねえんだから、ラッシュ入るまでとか言ってたけど、ちょっと台探してこようかな、2万8000円入っちゃったし、パッとこれ5万円くらいの投資になって、はい110枚終わりっていう未来が見えたんで、ちょっと台探してきます。はい、移動してきました、マジカルハロウィン5、空いてました1台だけ。本日ボーナス10回、 ART11 回と、まだね1800回転しか回ってない、別によくはないですけど、まあ可能性は全然残ってる台と。で投資が今28000円で、現在61ゲームですね。まあマジハロで一旦様子見しつつ楽しみつつって感じかな。ここのお店なんとマジハロ5 7台あるんですけど、めちゃめちゃ偏見だけどね、7台待ったらね偶数しか使わないんじゃないのって思ってる。これも個人的な偏見ですけど、ってくらい奇数にメリットがない、特にお店が入れるメリットがないと思う俺は。だって打ってる人間が奇数挙動だったら、本当にマジハロ超好きでなおかつめちゃめちゃいい展開じゃない限り絶対やめるしね。562ゲーム、
投資が44,000円、こんなにかかるとはな。あー当たったわ。一応中チェまである演出ではあるけどね、残念。はい、一応チェリーと、え、外れるとかないよな、もう赤7しか残ってないけど。あー、いやさすがにね、俺あれ外したことないもんな。はい、446ゲーム、投資59,000円、もう終わりだ。いやここで持ってきたか、よかった、頑張って。通常時の赤7から 8% だったかな。いや無理やり持ってきたな。しかも俺の大好きなエピソード2、マジ何にも起こってない今日、ようやく起こった。マジこの59,000円何も起こんなかったな。マジ今5分くらいなんじゃねえのかな、動画何度もこのエピソード見てるけど、見るたんびにローズはいいやつだなって思う。ほい、さあ行きます。もうこいつでなんとかしよう、これ無理だったら今日無理だわ。さあ行きます、ワルカボチャンス。59,000円って2773枚、いやーこっから2773枚出たら皆さん取れ高バッチリっすよ。もう取れ高だらけの動画になってるはず。はあ、ひどいことになっちゃったな。はあ、やりました。今割るカボチャンスで終わったじゃないですか。通常のカボチャンス以外でストックせずに終わった場合、中身的に状態はその ART の状態のままなんで、こうやって無理やりぶち込むとその前の特殊な ART に戻ります。あぶねえ、やり直し、なかったことにしたぜ。とわチャンスアップゼロ。もうここまでは完全に最弱パターン。はあ、もう終わりだ。やるか、2連続単発。でこれさっき言った通り、これ内部的に悪カボなんですよ。だからもう続けないと損です。これはこれはもうやめらんない。今やめない方がいいです、こういう時は。おっと、ワルカボ状態だから続けてましたけど、結局ワルカボ、いやまあまあまあ、よかったわよかったわ、まあ、最低でもワルカボフリーズまで今ある状態と、とりあえずやりました。久々に引いたわ。 20% でフリーズ、だいぶスーパーカボチャンスやってないからね。まあエピソードビッグ以上なんですよ、とりあえず。まさかエピソードビッグの次中段チェリーだとはな。でも投資がね63,000円、まあいいや、もうダメっぽいな。子役が揃えばセーフ。おう、セーフ。きたー、これはね子役じゃないと思う俺。おうおう、危ねえ危ねえ、セーフ。これまだフリーズする可能性あるはず、一応、うん、子役成立してるし。まあ告知画面になっちゃうけど、もうダメなのかな、この画面に行ったら。さすがにここまで来たことはない。ああまあダメってことなんでしょうね。うわ、とりあえずフリーズはありませんでしたが、やりました、エピソードボーナス、エピソードボーナス2連続投資63,000円。きつー、フリーズしねえか。2961枚投資。はあ、座ってすぐ中段チェリー引いたら俺はもっとねすごいテンションになってたと思うよ。マジハロをたくさん打ってきたからわかる、ここからまくるのが修羅の道だってことは。はい、いきます。ここでミッション1ゲームとかあったらマジでかい。3ゲーム、もうダメだ。すげえチャンスだった。ワルモード中だったんでエクストラミッション行ったらもう要はストックしまくるわけじゃないですか。でそこでワルモードのループ抽選が受けられたんで、いやーでも切り替えていこう。
もう俺の願望で歌が流れてるように聞こえたわ今。おい大丈夫か。よし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 、2連続攻撃はねもう確定のはず。3連続攻撃で得点があるから、3連続攻撃されたのね 80% なんよ。よし、なんとか継続しました。とりあえずさすがに3連続単発なんかやられたらね心折れちゃうもんね。終わったわ、またやめらんね。なんて、あーもう今大パンスになったわ。全然楽しんでね、パチスロって金かかればかかるほど楽しくねえんだよな。いやーやばいって。持ちコイン、錬金ボーナス122ゲーム。もうこの錬金中はねどうでもいいんですよ。栄翔が、おっとマジか、強チェリーじゃない。まあじゃあ10ポイント以上か。いやー今のあの爪のやつでがっつり溜まったっぽいな。ワンチャン行きかねない一発で。あー行ったわ。もうこれで悪モードは消滅と。警戒防衛ゾーン、これで完全に悪モードは今消滅しました。結界防衛ゾーンも無論カボチャンスをストックしないでいけば内部的に結界防衛ゾーンの状態が残るんですけど、結界防衛ゾーンは正直ね続ける気にならん俺は。もう絶対勝てない。マジもう続ける理由ないな。いやもうちょっとでも流すわ、今日はもう終わりだ。こんな金額入るとは思わんかったわ。結局俺が打ってからはドコマジはなかったっすね。ドコマジはゼロ、設定差のあるボーナスもゼロと。大移動大失敗。47枚カーサシのお店で63,000円、回収が249枚、大敗北でございます。もう逃げるように帰りたいと思います。はあとんでもないことになっちゃったな。いやー可能性が生まれるのが遅すぎた。店内状況、はい店内状況、もうお隣の窓通はすごい楽しそうです。はいでまあマジハロが、まあもう俺の代はもうひどいよ、もうこんな感じ。俺の台はもう偶数かもわからん。でまあお隣はいい感じと、でさらにこの隣もいい感じっぽいです。てかまあまあここ、まあ要は俺以外の台はいい感じでした。さあそしてまだあるんですよ、もう3台あるんですけどマジハロ、まあいい感じですね。だからもう本当に俺だけ不幸な目に遭ってる可能性まである。さあそしてこっちの時刻少女なんですけど、この台はもう5、6角が出てます。はい、まあ、一番左は分かんないですけどこの台もいい感じ。てかまあ数字ついてるんでどれも良さそうです。時刻少女の新しいやつ、はあ時刻少女か、一遍死んどけばよかったわ。でまあここら辺がディスクアップですね。はい、あでバーサス2700枚、このアレックスなんかいいですけどね、多分そんなでもなかったっすね。でこちらものすごい甘いと有名なこの台、イロハニメコ姫、本当に甘いんだろうな。これで俺のサラバンでったら泣くわ、泣かなくて済みそうだわ。うわ俺が打ってたサラバンの隣のサラバンがもう開いてるけど、あの方がぶっ壊したのかな。素晴らしい。あと番長3はこの台が出てますね、4500枚。そして、化け物語セカンドシーズン、ああバケセカンドシーズンはやっぱ出るとこは出てますね。こんな感じで、あとギルクラがすごい良さそうだったんだよな。ああギルクラ人変わってるわ、まさかのギルクラ開くんか。こんな感じですギルクラ、はいといった感じです。以上店内状況でした。はいということでお疲れ様です。別撮りです。もうなんならもうかなりの月日が経ってしまいましたが、エンディングを撮ってなかったので6万何千円か負けた私はもう撮りたくなかったんでしょう。エンディングがなんか気持ちはわかるよ、あの頃の俺の気持ちはよくわかる。うんそういう時もある。なのでもう元気になった私が別撮りと、まあなんかそのできた動画今まさに見てたんですよ。できた動画見て、あこんな感じなんだと思って見てたんですけど、立ち回り自体はね
そんなに悪くなかったんじゃないかと思う。やっぱ悪カボをものすごくうまく活かせてない。まあ3回あってあれはちょっと下手すぎ、あれは負けるわって感じだったんで、よく見たらあれはもう僕のせいですね、マジハロのせいではないと言っていきたい。まあああいうこと起こっちゃうんですけど、うん、まあしょうがないんじゃない。俺はもうあの頃の傷はもう癒えたよ、とっくに癒えてしまった。喉元すぎればってやつですね。全然打ちたいもんね、サラバンもマジハロも。あれ見せられたけど、ああなんかそういえばこんなことあったなーくらいだったんで、別に今全然あの2機種打ちたいっていう感じ。正直もう結構前のことだから、もう切り替えてこって感じです。はい、そんな感じですね。だいぶ短い動画ですけれども、まあまあまあこういうこともありますよ。ということで、撮影スケジュールがこちら、はい、こんな感じになっております。はい、ということでね、まあ、撮影が再開するにあたって大切な決まり事があるので、お伝えしておきます。まず僕と芝生とワロさんはあのもうマスクしながら撮影をしているので、だから今後撮影してその動画が上がるときはマスクしてる感じになります。はい、であと握手なんですけど、ちょっと当分の間できません、ごめんなさいという形でよろしくお願いします。はい、そして写真撮りたいぜっていう方がいたら、自分のカメラでそのまま自撮りをしてくれれば大丈夫なので、ご自身で自撮りする形でよろしくお願いします。まあこういう決まり事ができたので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。まあ、ということでね、まあ、今回の動画の話に戻りますが、いい負けっぷりだったねって思ってくれたら、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。あんな負けてる中でも中段チェリー引くなんてやるじゃん。爪痕は残せなかったかもしんないけど、サムネイルはちゃんとゲットできたね、頑張ったよって思ってくれたら、ぜひ高評価の方をよろしくお願いいたします。僕たち全員ツイッターやってるので、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。そしてあのサブチャンネル、まあ、サブチャンネル全然スロット関係ないんで、はいあれなんですけど、まあ興味のある方はぜひサブチャンネルも覗いてみてくれるとという感じでございます。はい、ということでまたセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。本日でもないんで、お疲れ様でした。